三菱 SH-60JSH-60JSH-60J は海上自衛隊の紹介ヘリコプター。シコルスキーエアクラフトの SH-60B の機体を三菱重工業がライセンス生産し技術研究本部が開発したシステムを搭載したもので海上自衛隊のヘリコプターとしては初のシステム機である。海上自衛隊では 新型の哨戒ヘリコプターとして HSS-2B を開発し、昭和54年度より配備を開始していた。これは従来の HSS-2-2A をもとに、従来のディッピングソナーに加えて、その部位や捜索レーダーを搭載して、対戦捜索能力を強化し、さらにシステム化を図った画期的な機体であった。しかしその搭載システムは固定翼哨戒機で言えば、 P-2J と同水準のものであり、昭和53年度から導入を開始した P-3C と比べると見劣りすることは否めなかった。アメリカ海軍の紹戒ヘリコプターとしては、ランプスマーク3のための新しい SH-60B の配備が進んでおり、航空集団司令部では回転翼機部隊のシステム化の遅れへの危機感が募っていた。 また HSS-2B はライセンス生産化を図っていたとはいえ、1986年4月の時点でもアイテム費で40%、金額費で27%の国産化率にとどまっており、アメリカ合衆国からの輸入なしには製造困難であった。しかしすでにアメリカ合衆国での同系機の生産は1980年10月には終了し、 1990年代前半には海軍での運用を終了する予定であったことを勘案すると1990年代後半には海上自衛隊での HSS-2B の維持管理に支障をきたす恐れが大きかった。三菱重工業では HSS-2B を発展させた HSS-2C を航空集団や海上爆料幹部に提案していたものの内容は 国産とはほど遠く、傭兵側を納得させるには至らなかった。この結果、HSS-2B の運用試験中ながらも、早速、その後継となる、次期艦載ヘリコプター計画が立ち上げられることになった。SHX 計画は1979年の53、中業に盛り込まれ、1981年5月には、アメリカ合衆国、カナダに、 技術調査団が派遣された。当初は適当な外国の機体をライセンス生産し、それに HSS-2B に準じたシステムを開示が直接調達して搭載することを計画して、昭和57年度の要求に盛り込む予定であった。その後、HSS-2B の戦力化状況も踏まえて、無理に HSS-2B のシステムを転載するよりも、 むしろ時間をかけてでもシステム開発を行う方針に転換され、同年度の要求は断念された。機体としては、米海軍の SH-60BC ホーク AE 共同開発の A101 マーリン、フランスの AS532SC クーガーの3機種が素上に乗せられた。クーガーは、すでに同系列のシュペルピューマが、 陸上自衛隊の用心輸送機として採用されることになっており、また安価であったものの、重心が高いため、デッキハンドリング等艦艇における運用上の問題が懸念された。またマーリンは、性能面では期待されたものの、当時未だ計画段階であり、また国際共同開発であったために、先行きが不透明であるとみなされた。これらの検討を経て、期待としては、 シーホークが選定された。上記の通り、搭載システムは、SH-60B のものとは異なり、海事独自のものを搭載するという形態を考慮し、米海軍と区別して、SH-60J と呼称することとされた。開発に使用する2機分の機体を、海上幕僚幹部が直接調達して、技術研究本部に委託することになり、昭和58年度予算で、 グリーンエアクラフトのうち1機の調達と技術研究本部による開発予算が認められて開発が開始された。本研究開発の主契約業者は従来からの海上自衛隊の対戦ヘリコプターの製造・支援の経験を買われ三菱重工業が選ばれた。グリーンエアクラフト2機は昭和60年度末に領収されて直ちに開発のため技術研究本部に供与された。 これによって開発されたプロトタイプは、XSH-60J として1987年8月より、試験飛行を開始した。その初飛行の成功を受けて、同年には、量産機12機の予算が成立した。そして2年にわたる試験を経て、1991年6月28日に、部隊使用承認を受けた。機体全部折りたたまれた、テールブーム中央に見えるものは、 チャフフレアディスペンサーとフライトレコーダー蒸気の通り、機体は基本的に SH-60B と同様の設計で、これに国産のシステムを搭載した構成となった。これに伴い、HSS-2B では4名であった、搭乗員が3名に減少するのに対応できるよう、最大限の制御、表示の統合化を図るとともに、母機である、 sh-60b の性能特性を最大限に活用するために、母機の設計重量内で開発を行うべく、徹底的な重量管制を行った。sh-60b は、シコルスキー社の社内では、S、s-70b-3 と称される。これは、アメリカ陸軍の汎用ヘリコプターとして開発された uh-60a をもとに、 関西ヘリコプターとしての運用に対応して、設計変更したもので、外見上の大きな違いは、S-70 では、オリンが、テールブーム最後部下にあったのに対し、S-70B では、胴体直後のテールブーム付け根仮面に移されている、点である。また、胴体の窓は大きなもの一枚になり、テールブームや水平安定版、主ローターブレードは折りたたみに対応した。関西型では、 ロスト客観高速装置にも対応している。右限キャビン扉上には、救助用のホイスト支給インチが設置されている。なお試作機のエンジンは、T700GE-401 であったが、1988年10月の決定に基づき、量産機では T700 から 401C に変更された。本機のシステム開発は、関西ヘリコプターシステムの開発、すなわち、 対戦艦のサブシステムとして一機一艦を戦術単位とする構想のもとで進められた。この点では原型となったランプスマーク3と同じであるが、開示独自の戦術思想として最終的に潜水艦を追尾攻撃する段階では複数機による従来の戦術を踏襲し、また関東のデータリンクの圏外ではヘリコプターが独自に作戦行動を行い得るよう、 ランプスと同様のその部位に加えて、リッピングソナーの搭載も求められた。すなわち、アメリカ海軍では、SH-60B が担当する広域対戦戦と、SH-60F が担当する近接対戦戦等1機種で対応する機種といえる。その部位の搭載数は、HSS-2B では12機だったのに対し、本機では、 sh-60b に準じて25機に倍増した。ティッピングソナーとしては、国産の HQS-103 が搭載された。これは、アメリカ海軍の sh-3h 及び sh-60f が搭載するアンアクス -18 の掃除破棄を使用して、ドライエンドを国産化したものであった。磁気探知機は、HSS-2b の搭載機を、 マイナーバージョンアップした、アン、アスクマイナス814となった。一方、レーダーは、HPS-104、また逆端装置は、HLR-108 と、いずれも、国産の新型機が搭載された。SH-60J は、国内で初めて見る STD-1553B データバスで個々のセンサー、制御系を連接し、 戦術情報処理表示装置及び自動飛行制御装置に組まれたソフトウェアで航空機を制御するシステムとなった。これらのシステム開発にあたっては、HSS-2B というよりは、むしろ当時導入が進められていた P-3C 及び E-2C のソフトウェア資産が影響を与えたとされる。なお、この AFMS と HCDS、 そして、HCDS と管をつなぐデータリンクは、開発種品と称された。HSS-2B では、その V 信号を受信して艦艇に伝送する ACT-22 装置を装備していたものの、その功用は少なく、実運用では、リッピングソナーによる、複数機の変態戦術が主流となっていた。また、戦術情報処理表示装置を搭載していたものの、 艦の戦術情報処理装置とのシステム的な連接がなされているわけではなく、その V 信号の転送以外は無線電話で連絡しているのみであった。これに対して SH-60J では、ランプスマーク3と同様に、機上の戦術情報処理表示装置と艦上の CDS とを多重データリンクで連接する方式が採用された。 HCDS の電子計算機としては、富士通の解マイナス3コンピュータが使用されたが、これは SH、SH-60B で搭載されていた、AN-IK-14 コンピュータを元に国産化したもので、記憶媒体を磁気記録から CMOS に変更して、小型軽量化するなどの変更が加えられている。プログラミング言語は、P-3C や鑑定システムと、 同系統の CMS-2M が用いられていた。またデータリンクのプロトコルは、リンク11を参考に策定された。なお、間の CDS とは直接連接はできず、CDS インターフェース装置を介した連接となった。当初、間上での試験は 58DD、朝霧を計画していたが、この CDSIF の予算化の遅れによって、59DD、甘霧が、 試験管となった。また本来あるべきシステムとしてのアスワズを装備した艦は 61DD 海切り以降となり、技術実用試験期間中には試験を行えなかった。1999年3月ののと半島岐阜新鮮事件を受けて74式機関銃及びその銃下、静止画像伝送装置、単焦灯、機外スピーカー、 ファストロープ機材、暗視装置付きヘルメットを装備することとした。その後、アメリカ同時多発テロ事件を受けて2 0に1年から、自衛隊インド洋派遣が開始されるにあたり、消火器での攻撃への対策として、コクピット周囲に防弾板が装着された。またいせ 1-60J での荷物の吊り下げ、移送については、以前の試験の際に航空機が不安定となったことから、 しばらく行われていなかったが、この派遣の際に、再度の検討を実施した結果、実施要領が策定されて、実施可能となった。なお、最後の32機は、陸上配備が多とされたが、これらは、赤外線監視装置を備えている。またこのうち最後の19機には、不審船対策として、ミサイル警報装置及びチャフフレア投射装置が、そして特に最後の10機には、 GPS 広報装置が装備された。このほか、後には、多くの機体のテールブーム下げに飛行記録装置が、追加装備された。SH-60J 出展、自衛隊装備年間2011から2012、朝雲新聞社、朝雲新聞社、2011年、294ページ。ISBN 978から47億5 9 1万321。 初言性能武装 SH-60J 常機のように、まず、グリーンエアクラフト2機を輸入した後、3号機からは、三菱重工業による量産が開始され、1991年8月から各部隊に配備され、2005年までに103機が配備された。1機あたりの製造価格は約50億円で、機体寿命は約6000飛行時間と言われる。 2020年3月末時点での海上自衛隊の保有数は18機。多くの人任務にその威力を発揮し、のと半島沖不審船事件、環球原子力潜水艦了解審判事件、台風、地震、水害、山火事による災害派遣のほか、離島洋上における救難、患者輸送など、多様な任務に従事している。そのため、海上自衛隊では、哨戒機、 回転翼機と分類している。2002年から、代替機となる発展型の SH-60K の調達が進行中である。ただし厳しさを増す財政を受けて、対応飛行時間に達した SH-60J の機数に合わせて、SH-60K の調達を続けられないため、2011年度予算から、 SH-60J の機体寿命延命措置が開始されている。平成23年度から令和2年度予算までに計20機の機都市延伸予算が計上され5年程度延伸する計画である。海上を超低空で飛行するため SH-60J の整備員は円外との戦いと言われる。飛行終了後は必ず機体洗浄とエンジン洗浄が実施され、 さらに入念な点検整備が施される。また、夜間飛行も多いため、搭乗員は各種装備の更新とレンドの向上に努めている。ありがとうございます。